止めたバットでノーツー、追い込まれました。2球目三遊間破っていきました。ちょっと中途半端なバッティングにはなったんですけどね。今バット止めたような形でしたけれども、島内が球で何回か見せますよね、あれね。いい意味で荒れてると。おっと、これは当たったな。バットに当たってですか。はい、多分アウトですよ。おお、アウトですか。はい、うん、ファウル、いやデッドボールをアピールの太田です。うん、ファウル。今本人、いや、何を見せたんですか。リップエンドだとね、リップエンド衝撃が大きいから自分ではデッドボールに感じることもあるんですよ。で、左手はバーッと手に当たりました。大丈夫でしょうか。ん、バットですか。グリップエンドに当たりましたかね。グリップエンドですね。あ、グリップエンドですね。三塁線はいっぱい、ベースに当たった。スパンジェンバーンがラインいっぱい見たんですが、ベースに当たってこれがヒットになった。まっすぐをあの効果的に使ってという感じですよね。はい、ただ今のこの初球完全にまっすぐ狙いできましたね、中村選手ね。引っ張っていって、これはベースに当たって、ヒットになっています。さあ太田はファーストを蹴ってセカンドに行きました。スタンディングで到達、リードオフダブル、先頭バッターツーベースヒットになっています。さあノーアウト二塁で追加点のチャンス。キャンバスに当たって大きくバウンス変わっています。バット当たったか、バットか体か、ファウルですね。ファウルボールです。速い球中心で行ってますが、今は当たってはいないんですね。ちょっとこうシュート回転気味に入ってきましたが、もともとこうちょっとこうシュート気味のボール、サウルボール、今2回バットに当たりました。なかなか見ないし、ここで当たりますか。まあ1番2番8番9番あたりだと感じでしたけど、はい、やっぱり今日マスター入んなかったら5番打ってても違和感はない。外のボール、当てたがファウルですか。フェアですか。止めたバットでもある。サードへの打球ですが、野村が取れない。ショートは一塁送球もできません。ランナー一塁二塁です。記録はヒットです。ちょっと今立山さん、こう回転が確かにここでもう完全にね、もう急ショットのようなね、まさにそんな感じですよ ね。ビリヤードのショットのような形で、最後はちょっとイレギュラーしていったというね。本当にまあ1番2番8番9番あたりだとというか感じでしたけど、はい、やっぱり低め打ちました。これはヒットになりました。山川今シーズンの初ヒット、4打席目、あの低いボール打ちました。ついこの間のオープン戦はめちゃくちゃ高いボールホームラン打ってましたけどめちゃくちゃ低いボールヒットにしました。そうですね、もう芸術品ですよね。振り幅が広いですね、今のこの能見も。おっと、塁に当たった、跳ねた、ランナー回る、ランナー回る、ボールはセカンドバックアップ、しかし投げられません、ランナー一三塁、ホームイン、ロンリネス、ここは安田、ロンリネス、やりたかったんですけどね、やりたかったでしょうね、バットの先で、これどうでしょう、残ったが一塁、平野、誰もいない、ヒットになりました。山川もこういう表情にはなるでしょう。バットの先、塁線上はフェアです。一塁は、あ
あーボール球が面白いところで飛んでいく。ヒットになった。飛べたバット、川越ヒット。ウェイトのおかげですかね、ですかね。飛べたバットでもあそこまで行きました。